いや、ちゃうよ。ん、大丈夫です。ので、今日もやっていくんですけど、今日はね、スパーキーですね。スパーキーを使っていこうと思います。ってことでですね、スパーキーなんですけど、射程が上がって、結構ね、いろんな、なんだろう。先に、前までは、スパーキーの射程が 4.5 だったときは、スパーキーが出されたら、エレキ出して、その勝ち合うタイミングで、エレキの攻撃がギリギリ先に届いて、スパーキーをね、無限に止めることができたんですけど、それができなくなって、エレキ先出しだとスパーキーの射程でぶち抜かれるっていう感じらしいんですよね。そう。だからまず先出しエレキができなくなったっていうのも大きいし、射程 0.5 上がったから、なんか相手の陣に入って、マルタでノックバックさせても、バーンって打つときがあるらしいんですよね。そうそう。だから今回の変更で結構変わって、あとやっぱその、なんだろう、射程後になったことによって、逆サイでね、受けるってことができるようになったと思うんですよ。今までは、スパーキーをギリギリの位置に出して、バーンって打ったノックバックで逆サイに連れていくみたいな感じだったんですけど、多分普通に逆サイに出しておいて受けるっていうこととかもね、できると思うんでね、結構いいですね。ということで、このスパーキーデッキは、スパーキーが入ってるデッキの中で、多分一番今、勝率が高いデッキなので、このデッキでいきます。まあ、ゴブジャイですね。なんだろうなとりあえず、ランバーとか、まあ、結構折り合わせる感じですね。まあ、ここで、何しようかなとりあえず、いや、待てよ。コウモリ。あ、なんマジでヤンキーすぎんすよ。オブジェつけちゃうよ、そんなことしたら。ウリよいしょ。レイジで持っていきます。あとはちょっと様子見ですね。これでいいかな。ワンチャンザップ打たれるけど、打たれなかったらめちゃくちゃダメージありますね。よいしょ、レイジ入ってるんだよ。いいね。はい、めっちゃいい。ありがとう。で、やりゴブでちょっかい出していって、ザップ使ったんだよ。もうギャングとやりゴブでちょっかい出し放題ですね。よいしょ。オッケーオッケー。これ無視できるのもさすがに。オッケーオッケーオッケー。まあこれ一旦、ランバーでいいか。そうですね。ゴブジェで竹取るか。マジでそれ。やばい。危ねえ。これメガゴでもめっちゃ出しにくいと思うんで、これザップ来てもいいように、やりゴブ出しておきます。よいしょ。OK, OK. メガゴも引き出せましたね。これは、どうしようかな。真ん中だな。いや、ちょっと待って、メガゴ行っちゃってんだけど。マジか。とりあえず、これで一旦落ち着きですね。相手のデッキはバルキリー、メガゴ、フリーズ、ザップ、ランバー。なんで、バルフリかな。バルフリっぽいと思うんですけど、とりあえずケツからアイスウィズムか、なんだろうな、スケラかな、バルフリだと思うんだけどな、多分。こっちスパーキーでいくか。ワンチャンフリーズかけられるんで、ちょっとここら辺も、ああ、なるほど。タゲ取ってからですね。ザップ。オッケー。いや、いいですね。オッケー。これもスパーキーは放置で、ケツゴブジャイ。これ肋骨使わしたんで、でかいですね。こっちは無視でいきます。で、持って、はいはいはい。じゃこれいけちゃう。よいしょ。あれも絶対形もうざいんだよ。オッケーオッケー。あそこバルキリー出さざるを得んので、バルキリーは出てくると思うんで、カザスパーキーしよう。オッケーオッケー。よし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 。オッケー、よしよしよし、いいですね。いいですね。なかなかバランスが取れてる、良さげなデッキですね、本当に。まあ、前でもちょっと使ったんですけど、強化される前でもね、普通に、ゴブジャイスパーキーはちょっと強かったんで、ケンツがね、まあ、ゴブジャイがケンツって言ってるわけじゃなくて、ケンツもあいつ、交流戦じゃないよ、公式戦で使ってたんで、普通に。ゴブジャイがゴブジャイ使ってたんで、まあいいかなと思いますね。とりあえず、どうしようかな。ザップ打たれるかもしれんので、よいしょ。まあ、スパーキーだけは守りたいですね。まあ、こっちは一重射受けちゃっていいですね。これが正直言うと、あっちからしたら、やられたら嫌なことなんで、よいしょ。これで処理。よいしょ。こっちランバーいっちゃう。
それだけはあかんわ。人としてやっちゃいけない、それは。ガゴムレはあかんな。ダメだわ。それはやっちゃいけない。で、また次ポンプが来るんで間違いなく。どこに来るかな。ここと予想しよう。まあポンプが来るはずなんで、よいしょ。まあ 1.5 か2ぐらいアド取られてますね。OK、これ間違いなくザップ打たれるんで、まあ、打たれてもいいかな。打たれたら、まあ、アイゴレ切ってある後なんで多分打たれるんですよこれザップ、うん、だけどこれは別によくて、あのバーンしますよね。バーンしてつけて、で相手ザップ切ってアイゴレも切ったんですよね。だからもうあのガゴムレを、なんだろう、とりあえず溶かしちゃえばいいんですよね。これでこういうの足しちゃいますから俺。 OK、 OK、 これでギャルゴブ追加したんで、あと1発か2発タワーに入りますね。よいしょ。こっちスパーキ、これ守りたいですね。この映画を守りたいですね。よいしょ。ちゃんと巻き込まれないように防衛してあげて、これでつけると、スケルトン部隊ですね。うん、とりあえずよいしょ。 OKOK、 つけちゃうか、うん、よいしょ。はい、サンクラ、サンクラ祭りですね。いいよいいよ、このくらい気持ちよく勝てたらね本当にいいんですけど、まあ、次もちょっとサンクラ取ってね、あのもうタイトルサンクラ祭りにします。よしいや、いいですね。でもファルチャー入りのデッキってホグだったらロケットが入ってることが結構あるんで、そこは注意していきたいですね。ホグオブジェだったら名前につけるだけなのにな。なるほど、それやられた。でもファルチャー切ったんで、いや、マルタあるんかな。いや、ゴブジェン違かったな、今の。ケツからでよかった、シンプルに。なんで始まり出したんだろう。こうですね。よいしょ。よし、OK、一発。あ、ボーラーか。どうしようかな、ボーラーでしょ。いやー、厳しいですね。囲むか、ギャルゴブって囲めんのかな。よいしょ。 OK、 だいぶエリー使っちゃったな。一発受けてもいいからエリー取っといた方がよかったかな。よいしょ。 OK、 OK、 でもって多分この感じだとファルチとボール入ってるから取れない絶対あるんですよね。ザップもあるからライトニングか。ライトニングだったよな確か。ここにエルキが来ると思うんですよね、多分。ちょっとやべ、よくない、よくない。これ、これ本当によくない。やばい、やばい、本当にやばい。ちょっと待てよ。どうやったら勝てる？ライトニングだもんな。ちょっと待って、あっちに走らして、こっちだな。タルバもなかったっけ、あったっけな。 OK、 あっちにマルタ使わせたからこれジャイが通らない。いいよ、
よいしょ。いや、ダメだな。全然通らねえ。いけいけいけ。よし。ああ、全然ダメだ。しー、待って。これ、ライトニング打たれるだけなんだよ。マスパーキー出したいんだけど、ほんとは。これケツスパでいきますね。よし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 。オッケー、いいねいいねいいね、いい流れ。ワンチャンつかめるな、これで。よし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 。いや無理か、橋前スパイキーは無理やるか、さすがに。そうだ、いや待って、橋前するやついる？ちょっと待って、橋前スパイキーとか見たことないけど俺。今ライトニング打たれたからケツスパでよかったじゃん。最悪だ最悪だ。俺しかね、もうここに行くしかない。ボラを、お、いい、めっちゃめっちゃ、いやだな。いや、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。いけ、来たくね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 。よし、来た来た来た。よし。よいしょ。ってことでですね、ちょっとすみません、途中で実写画面の方が切れちゃったんですけど、まあこんな感じでね、結構そのゴブジャイスパーキーがね、まあ強いんで、ほんと3クラめっちゃ取れるし、今みたいにね、結構劣勢の時でもワンチャン持っていけるんで、ね、本当に強いんで、まあ情報されたスパーキー使ってみてください。ってことで、まあ今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。